4月24日、モーニングショットをお届けしたいと思います。本日でございますがドル円、154円の6757、70割れから、引きつけて、買い場探しで154円の35でストップ、154円の8595でリグイ、もう86アッパーはもうどこでもリグーというようなイメージでございます。別にあの90台待たなくてもいいだろう、そんな風に考えております。買いもですね、追いかけて買うのではなくて、押し目を待ちたいというふうに思います。まあ、これだけ154円台やっていて、今154円の60台で介入が入る感じは今日は全くいたしません。やはり日銀の金融政策決定会合を待つんだろうというふうに思いますので、それを考えれば、押し目はまだ154円の50アッパーでも買えるかなというふうに思います。ユーロドル 1.06 の9585買いから 1.06 の60ストップ 1.073040 リグイ、これまだマーケットショートで捕まってる感じがいたしますので押しを買ってみるスタンス。ユーロ円165円の5545買いから165円の15ストップ165円の95、166円の05リグイ、こちらの方も差し値はいたしません。ポンド円192円7060買いから192円35ストップ193の2535リグイ、これも差し値はいたしません。ユーロドル 1.24 の3020買い 1.24 ちょうどでストップ 1.248595 リグイ。オジ円100円の1505買いから9980ストップ100の6575リグイ。タイドル 0.646555 買いから 0.6430 ストップ0.653040 リグイ。ニュージー円91円の6050買い91円30ストップ92円2030リグイ。タイドル 0.5905 買いから 0.5880 ストップ0.59 の8090リグイのイメージを作っております。まあ、あんまり、上を追いかけて買わないようにしたいと思いますが、押しは買ってみる賛成、買い回転で回す、もしくは多通貨ドルを要するにスキャルピングで買ってみると、そんなようなイメージで、現状は考えております。まあ、高値警戒感、並びにその介入警戒感、ノックアウトの防戦売り、並びに、元財務官の発言、金融政策決定会合でのその日銀のオペレーション、いろんなものを考えると確かに上値は重たくなると思うんですが、それでも今日あまり大きく崩れる感じがしないので、やるならスキャルピングで押し目買い、もしくは多通貨ドルで、押し目買いやってみるのもいいかなと、そんな風に考えております。また何かお取引ございますようでしたらぜひお願いしたいと思います。簡単でございますがモーニングショットこれで終了です。